南野って何があるかっていうと、ここに走る能力なんですよ。もうガーッと入ってきてニア側で待ってるから、ここに走ってるから結果雑なクロスで南野を押し込んだみたいな。ここに走れてることが大事だったりするし、ここに南野が走ってることによって起きる現象、相手が来るから相手次の選手が走り込んでそこにあのボール行ってシュートが決める。で南野って落とすプレーもできるんですよ。だから南野ってトップで使って動き回って味方にスペースを提供しつつ自分も得点すると。で降りていって時にはゼロトップ的なライン間で降りていって受けて前向いてシュート、もしくはシュートするっていうのを相手に意識させたら相手が寄るから、それで難易度が低めのスルーパス、相手の背中取らないスルーパスとかを出す。で日本代表でトップで使われた時も良かったでしょ。だから南野の使い方ってワントップで降りてきて、チームの邪魔にならないようにというか、フィルミーノほど決定的なパスは出せないけど、散らしながら渡して自分がいいとこ出てくみたいな。そうだね、受け手専門の出してちょっと、なんかこう成分的には、見た目的には出して側の感じだけど、